どうもこんばんは、NM です。今回は無印東京グールで美食家として登場し、後に主人公である金木健の剣として活躍した築山秀についての伏線、考察、解説をまとめてみましたので紹介します。経歴。築山秀、築山財閥の御曹司であり、エスレートのグール、家具は広角です。食に対するこだわりが強く、CCG からはグルメと呼ばれています。またグールレストランの会員でもあり、会員名は MM。 性格は基本的に紳士的ですが、時折見せるナルシストな一面や感情を爆発させるシーンがこのキャラクターの一番の魅力と言えるでしょう。無印では隻眼のグールである金木の味に興味を示し、幾度となく捕食を試みます。11区での戦いの後、金木と行動を共にするようになり、金木剣の剣、右腕的存在となりますが、フクロウ討伐作戦で金木を止めることができず、失った悲しみから心身ともに衰弱してしまいます。 RE でも自我を失ってしまうほど衰弱していた築山秀ですが、金木の生存を知り体調は回復、敗者となった金木の記憶を取り戻そうと奮走します。しかし衰弱していた時に自身が行った暴食、その食料調達のための大量誘拐で CCG から目をつけられます。築山家殲滅作戦にて敗者と対立し追い詰められますが、直後記憶を取り戻した金木に屋上から落とされ、カナエの捨て身の救出で死を免れます。そして後に隻眼の王となった金木が結成した組織ゴートのメンバーに加わり、再び右腕的存在として活躍することとなります。名前。築山秀はグールレストランの会員であり、他の会員からは MM と呼ばれています。築山の名前。月、ムーン、山、マウンテンの頭文字を取って MM です。しかし偶然なのか、テレビアニメで築山秀の声を担当した声優の宮野守さんのイニシャルも MM でした。無印東京グール8巻11区の青霧アジトから無事脱出した金木と、金木を救出するために集結したアンテイクメンバー。金木はやりたいことがあるからアンテイクには戻らず別行動をすると告げます。そして金木のやりたいことに協力したいと名乗り出たのが万丈と築山秀でした。君の茨の道を切り開くナイトとなろう、そう築山は金木に言います。ナイトの意味は騎士。この時築山は金木の剣、騎士になりました。さて築山がこのセリフを言っている時は夜です。つまりナイト、夜のナイトと騎士のナイトが重なります。では両方を英単語に直してみましょう。騎士のナイトのスペルは、夜のナイトの頭に K を付け足したものです。ではこの K はどこから来たのか。先ほど築山の名前、MM やイニシャルに関する紹介をしましたが、金木剣もイニシャルに直してみましょう。金木のイニシャルは K、K。つまりここのシーンは夜、ナイトに金木剣、K を得ることで騎士。夜に金木剣を得てナイトになった築山という解釈ができます。グリコ。無印東京グール4巻グールレストランに招待された金木は、スクラッパーのタロちゃんに追い詰められ隻眼の角眼が発現してしまいます。これを見た築山は、こんな珍しいものを自分以外に食べさせるわけにはいけないと考え、タロちゃんを殺害、金木の代わりの食材にしてしまいます。築山はタロちゃんの体を背中から貫通させ、ポーズを取りながら体内から飛び出すように殺害するのですが、この時のポーズはグリコのゴールインマークがモチーフとなっています。そして体を貫かれたタロちゃんから飛び散る激しい血しぶき、この血しぶきの中にひらがなでグリコの文字が隠されています。ぜひ探してみてください。タロット。無印東京グール最終14巻フクロウ討伐作戦が終了し、
羽木を止めることができなかった築山は、ビルの屋上で放心状態でした。そこへ荷物をまとめて戻ってきた錦。築山の目の前に缶コーヒーをそっと置きます。この時、缶コーヒーのパッケージに数字の0が描かれています。数字の0はタロット数字で愚者を意味しており、正位置では無計画、人生の岐路、束縛されない、変化など新たなスタートを意味しています。逆位置では衝動、意気消沈、わがまま、失敗など自分の衝動的な行動が失敗し、現実逃避していることを意味します。ここでは錦と築山に1本ずつタロット数字0が刻まれた缶コーヒーが与えられています。肩にバッグをかけ、夜明けの太陽に照らされる錦はタロットカードのイラストと似ています。なので錦の0は正位置の0であり、放心状態で倒れている築山に与えられた0は逆位置の意味になります。東京グール RE14 巻148は、怪物となった金木を前に呆然とするゴートのメンバー、そこへ現れたピエロ、イトリの煽りによって金木がグールのため復讐のために人間を殺したとゴートのグールたちは騒ぎ始めます。限界を迎えた築山が一喝しますが、この時築山の左手に数字の16が描かれています。16はタロット数字で塔を意味しており、正位置で崩壊、破壊、大災害、悲劇を意味し、逆位置で緊迫、動揺、誤解、復活などを意味しています。この前後の展開を見るに、正位置と逆位置どちらの意味にも捉えることができます。また149話では金木を思い、降り続ける雨の中涙を流す築山から滴り落ちる水が数字の6になっています。6はタロット数字で恋人を指しており、正位置で情熱、共感、絆、愛を意味し、逆位置で優柔不断、無責任、誘惑、浮気を意味します。今回は正位置ですね。築山は最初こそ金木を食材としてしか見ていませんでしたが、行動を共にするうちに絆や愛情のような感情へと変化していきました。そしてここのシーンでは歯を食いしばり、怒りを抑える桃花の気持ちを代弁しているかのようなシーンですので、恋人というタロット数字は築山や桃花、金木を思う人物の思いを含めての6という数字だと思われます。知り合い、築山と颯太はグールレストランの会員 MM と PG であり、顔見知りです。そしてお互いの素性も把握しています。無印東京グール4巻33話、上井大学を歩く築山に、確か彼も在学していたねという吹き出しがあります。この彼というのがグールレストラン会員 PG こと颯太であり、古谷村のことを指しています。築山は物語の序盤ですでに颯太が古谷であり、上井大学の学生だと把握していました。ちなみに古谷が上井大学の学生だとわかる描写は無印東京グール12巻117話にて描かれています。錦に連れられ上井大学に訪れた桃花は、金木と間違えてある男性に声をかけます。この時間違えられた男性が古谷二村です。この時点ではまだ古谷二村という名前は物語上で明かされていませんので、葉月はじめの時とは違い、 RE で再登場した際にピンときた人は少なかったのではないでしょうか。そして古谷が MM が築山だということを把握している描写は東京グール RE5 巻50話、松前を殺害する際にごめんね MM さんと言っている描写があり、東京グール RE で古谷が颯太であると初めて明かされる前にほぼ確定となっていました。その後、
流線後は東京保安委員会、通称 TSC に協力するグール団体、共同戦線の代表を務めています。築山家の当主となり、築山グループを再集結させ、TSC の活動に用いる装備を充実させています。また、父である築山ミルモと話し合い、一族の財を東京の復興資金として投じているようです。はい、ということで今回は築山衆についての伏線考察解説でした。もしかしたら僕東京グールのキャラクターの中で彼が何だろうな、一番こう好感を持てるというか感情移入ができるキャラクターというか、すごくいいキャラクターだと思います。まあ、好きなシーンはね、無印の青切り編で、金木を助けに行くとき、みんなアンテイクに集まるんですけど、まあ、そのとき、築山が、いたシーン、入ってきたシーンですね。アニメだと、こう、店長が、入ってきなさいって、こう、築山が入ってくるんだけど、その時のシーン、めちゃくちゃ熱くないですか？やっぱりな、その、かつての敵、かつての敵が、こう、なんて、一時的に、こう、利害の一致でさ、こう、味方に加わって一緒に戦うみたいなのって、すごい、熱いですよね。わかるかな？男の子なら、この、熱い展開わかってくれると思うんだけど、あとね、金木とのね、関係性っていうのもね、すごく僕好きで、青切りアジトから脱出した後、築山はその、まあ、チーム金木、まあ、別行動するって言ったその、金木の傘下に、加わるわけですけども、まあ、信用されてないんですね、金木からは、全く。で、まあ、しばらく一緒に行動して、まあ、金木がやっぱり、僕はアンテイクに戻ろうと思うみたいなことを、まあ、チーム金木のみんなに言うわけです。ひなみとか、バンジョーとか、まあ、築山とかに言うわけなんですけども、その時築山も、なんか、僕もその、なんだろう、仲良しファミリーに加わっていいかいみたいな感じのことを聞くんですけど、まあ、金木にね、聞いた時に、でもやっぱ金木はもう、やっぱり僕は築山さんのことを信用できません、みたいな、言うんですけど、でも、そういう仲間がいてもいいのかなって思いますみたいな感じのことを言うんですよね。あそこのシーンがね、すごく、僕は好きなんですけども、まあ、築山に関しては好きなところを聞かれるとですね、もう無印も RE もすごくいっぱい、あるんで、まあ永遠に飾れそうなんで、まああんまりごちゃごちゃ言ってると動画長くなりそうなんでやめときますね。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。